では、テクテクリブレオフィス始めていきたいと思います。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。と、本日はですね、カルクのデータからの差し込み印刷の方法についてご紹介していきたいと思います。で、はい、まあ、差し込み結構、まあ、仕事をしてると使う機会多いと思うんですが、まあ、リブレオフィスの差し込み印刷ですね、結構いろんな方法、まあ、取れる方法があって、まあ、かえってこう混乱、しやすいかなという時もあってですね、うん、で今回はあの私が個人的に結構使っている、手順についてご紹介しておこうかなというふうに考えております。はい、よろしくお願いします。はい、お願いします。で、今画面に出ているのが、これがまあ、ランダム生成した個人情報なんですけども、ここから氏名と、まあ、住所、郵便番号あたりですかね、これを差し込むというところをですね、やっていきたいと思います。今これ、カルクのデータ で差し込み先の文書ドキュメントを、作りますと。で今回ですね、の手順としては、まずこのドキュメントに対して、カルクをですね、データベースとして紐付けというのをまず行います。でここで今回使うのは編集のデータベースの交換というメニューですね。で、そうするとダイアログが出てきまして、ここでファイルを選択します。でこのダミー CSV を選択をしまして、これいけるかな、 OK。 で軽くというのはですね、ファイルの中に複数のシートがありますので、ここにそのシートの一覧が出てきます。で今回はシート1枚だけなので、このダミーというシートを選択をして、これで指定と押すと。そうするとパッと見違いが、変化がわからないんですが、表示で、データソースですね、こいつを有効にしますと、このようにですね、データソースに入って、そうですね、データソースの中に先ほど、軽くで開いていたデータがですね、登録されている。でここですね、なんて言うんでしょう、このリブレオフィスの本体と言ったらいいんですね、そこにデータベースというのが統合管理されるようになってまして、その中にこのファイルがその管理されている一つとして登録されましたという状態になってます。でここからですね、このドキュメントに対して、今度は差し込み先のフィールドを登録していきます。でこの手順は結構簡単で、例えば氏名、まあ、郵便番号からいきますか。郵便番号を挿入するときにはこの項目をですね、マウスでドラッグをして、で任意の場所に持っていくと。ああ、なるほど。こうするだけでフィールドがですね、データソースのやつをドラッグしてくるんです。そうなんです。で次に住所ですかね、住所で、ついでに会社名で、最後に、氏名と。でここで多少定裁を、こんな感じで一応ですね、フィールドが差し込まれました。でここまでいったら一旦保存しておきますか。で保存をしておいた上で、
で、実際にその差し込みしたドキュメントを作るためには印刷ボタンを使います。印刷を押すと差し込みをするか聞いてきますので、はいと。なるほど、はい。で、そうするとここでですね、直接プリンターに送ることもできるんですが、おすすめなのは、ファイルに出力するという形ですね、うんうん。で、これで OK を押すと、保存先の指定ダイヤルが出てきますので、ファイル名を入れてですね、で保存と。こうしますとカウンターが上がりまして、ファイルが出来上がると。そうしますと、こんな感じですね、1番目の人で1ドキュメントで、次の人のドキュメント3番目というふうに入っているのが分かると思います。なるほど、まあ、こんな感じでですね、まあ、結構もう少ない手順で作れるかな。早いです ね、 ね。ウィザード使うやり方を前紹介してませんでした。そうですね、ただウィザードって意外とですね、混乱しやすいんですよね。そうですね、なんかちょっと難しかったりしますね。今フィールドを直接挿入してるんですけど、ウィザードを使うと、この項目をもともと思っている、例えば住所だったらこの項目をもともと用意されている、住所というところに紐付けをしてみたいなですね、一段階遠い形で、指定するような感じで若干回りくどいんですよね。で、今回は結構ダイレクトに少ない手順でシンプルにやれてるかなと、うん。で、ちなみにこの差し込み ダイアログなんですが、結構ですね融通が効きまして、まあ、ここでですね、差し込み元のファイルが複数ある場合にはここで選択をするなんていうことができます、うん。で、またこの一覧ですね、一覧を例えば、1人目から、5人目までシフトを押しながらクリックをするとですね、範囲で、対象者を指定するなんていうことができます。あ、なるほど。またコントロールを押しながらクリックをすると個別の選択ですね。うんうん、こうやって、対象者をですね、選択することができると。で、またここにですね、フィルターの機能がありますので、なるほど。ここで対象者をですね、また、選択することもできると。今何でフィルターしたんですか。今何でフィルターしたんですかね。なんか勝手に一人目になってますけど、もうちょっとダイアログが出てたような気がしてるんですが、あ、こちら、例えばフィールドで年齢が、30歳以上なんていうふうにやると、フィルタリングを行うことができると。30歳以下ですね。あ、30歳以下ですかね。はいはい、はい、なるほど。で、まあ、そういう条件で抽出もできますし、またはここの開始でですね、2人目から例えば5人目というふうに指定をすることもできますと。で、これで、またファイルとしてということもできますし、またはですね、ここでもって、例えば個別の PDF として保存をする、はいはい、なんていうこともできます。試しにやってみますか。いったかな。なんかもう一度行ってみましょう。ファイルで個別、あ、ドキュメントに行っちゃったか。もう一度 PDF で
イルの、場所を指定しなくちゃいけなかったですね。OK。ドン。なるほど。若干重たいですが。とやると、あ、できましたね。個別のドキュメントとして保存するということもできると。うんうん。なるほど。ま、通常はあれですよね。その、一緒にした方が印刷は楽ですけど。そうですね。なんか個別のファイルを作って、それぞれをファイルを送らなきゃいけないとか、そういう。はいいかもしれない。そうですね。例えば会社の中でこうちょっとしたシステムのパスワードを配布するなんていう時にはここでこうデータベースから一気にこう吐き出すなんていうことができると、まあ、こんな使い方もできますね。ファイル名には名前を使うこともできますんで、うん、まあ、これは結構使い手のある機能かなというふうに思いますね。はい、まあこんな感じでですね、まあ、今回は結構シンプルな使い方なんですけども、この差し込み印刷ですね、の機能を一例としてご紹介してみました。というところでですね、このリブレオフィスの差し込み機能をぜひご活用いただければと思います。はい。はい。といったところで本日のテクテクリブレオフィスは以上となります。ありがとうございました。ありがとうございました。